ガン必見。コーチェラからの帰国で明らかになったナンバーアンダーライン愛の驚くべき舞台裏とは岸シユータのおちゃめな一面に大興奮。コーチェラから帰国し、ツアーを成功に導き、ラでの短い休息を終えた後、ナンバーアンダーライン愛はライブストリームを開催する予定です。平野のガンユータ、神宮寺ユータの3人は、 楽しいひとときを過ごし、会場に大きな笑いをもたらしました。彼らはまるでわちゃわちゃと踊りながら教えてくれるような、見なくても感覚でわかるタイプのアーティストですね。その愛らしさに死んだつわれます。しんくんのたまに口の悪いところにも、それぞれのファンが心を打たれる瞬間があるのでしょう。ガンくんのお茶が好きです。そして、 ハピネスでおばあちゃんと孫が見ているところでごめんねするところまで全部好きです。笑いが止まらない。もう勘弁してくれ。中学生みたい。目を閉じた時の可愛らしい三人。岸くんのことをネタにするつもりはありませんでしたが、本気で神宮寺くんがかっこいいと思ったんですよ。神宮寺くんがそれを受け入れる様子が本当に好きです。素晴らしい。 彼らはただのアイドルではありません。彼らは踊れるのを教え、楽しさを共有し、ファンを元気づける存在です。彼らの行動や言動には、ファンへの愛情と配慮が感じられます。キシユタのおちゃめな一面や、ジング優ジユタのかっこいい一面にファンは魅了されます。しかし、彼らが舞台に立つと、そのプロ意識と熱意に驚かされます。 彼らのステージは、緊張感やプレッシャーを感じさせない、楽しい空間です。ラでの過ごし方や、コーチェラやラでの体験談を聞かせてくれたり、慰めてくれたり、笑わせてくれたり、さらにはハピネスまでもたらしてくれる彼らの姿勢には、本当に感謝の気持ちしかありません。次に会う日が待ち遠しいですね。彼らの本当の魅力は、ステージ上での華やかな姿だけでなく、 裏方に対する感謝の気持ちやファンへの優しさにも現れています。彼らはどんな状況でもファンを第一に考え心を込めて活動していることが伝わってきます。ゆっくり休んでくださいね。翔くんが嬉しそうにしている様子が伝わってきますね。彼らが起こせる奇跡にステッカーがあるのなら絶対に携帯に入れましょう。そして彼らの活動の裏には きっとたくさんの努力と覚悟があることでしょう。彼らの笑顔や愛らしさだけでなく、プロとしての彼らの姿勢にも、多くのファンが敬意を表しています。今回のライブで彼らが見せてくれたような、笑顔と優しさに満ちた時間は、ファンにとって本当に幸せなものでした。彼らがいつもファンを大切にし、一生懸命努力している姿勢に、改めて感動させられました。 このような素晴らしい彼らの姿に触れることができたこと、そして彼らがファンを励まし、支えてくれることに、心から感謝しています。彼らの活動がこれからも、ますます成功を収めることを願っています。そして、次のライブやイベントで、また彼らの笑顔とパフォーマンスを楽しむことができることを、心から楽しみにしています。ファンとして、 彼らのこれからの活動を見守りたいですね。彼らの活動にはファンへの深い愛情と献身が感じられます。彼らの笑顔やパフォーマンスがファンの心を温かく包み込むような感覚を与えてくれます。彼らがファンとの絆を大切にし常にファンのことを考えて行動していることが彼らの魅力の一つでもあります。また彼らの活動の裏には きっと多くの努力や犠牲があることも理解されています。彼らがステージで輝いている姿を見るだけでなく、その裏にある彼らの努力や苦労にも敬意を表したいと思います。彼らの活動はファンだけでなく、スタッフや関係者にとっても多大な労力を必要とします。しかし、彼らは常に笑顔で、ファンに楽しい時間を提供しようと努力しています。 その姿勢に多くの人々が感銘を受けています。彼らがファンを大切にし、常にファンのことを考えて行動している姿勢は、彼らの人間性の素晴らしい証明です。彼らの活動がこれからもますます成功を収めることを願っています。次のライブやイベントで、また彼らの笑顔とパフォーマンスを楽しむことができることを、心から楽しみにしています。 彼らの活動を通じてファンとの絆がさらに深まることを願っています。彼らの活動はファンにとって特別な存在であり、彼らと一緒に過ごす時間はいつも幸せな思い出となります。彼らのこれからの活動がますます素晴らしいものとなることを願っています。今回外れた方々、ステッカーを見えるカバーにしてステッカーを入れましょう。 彼らの中の良さと優しさが伝わり、幸せな時間でした。まだお疲れのようですが、今日の引退、本当にありがとう。彼らのわちゃわちゃがやっぱり好きですね。そして、彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテイメント以上のものです。彼らの存在は、ファンに勇気や希望を与えます。彼らがステージに立つと、ファンは日常の疲れやストレスを忘れ。 彼らの楽しい時間に没頭します。彼らのライブストリームはファンにとって待ち望まれたイベントであり、彼らのパフォーマンスはファンの心を温かくします。彼らの笑顔や笑い声はファンに幸せな気持ちを与えます。彼らの存在はファンにとって特別なものであり、彼らのパフォーマンスはファンにとって癒しと元気を与えます。彼らの愛情と熱意は ファンの心を打ちます。最後に、ファンは彼らの活動を支援し、彼らのパフォーマンスを楽しみます。彼らの存在は、ファンにとって特別なものであり、彼らの笑顔や笑い声は、ファンに幸せな気持ちを与えます。彼らのライブストリームを楽しみにしていますかどんな思い出がありますかあなたのお気に入りのパフォーマンスは何ですか コメント欄で共有してください。アウンの呼吸、アウンの空間でもう目を閉じても踊れる。最後に、三人でぶつかってイチャつく姿は本当に可愛いですね。彼らのこうした姿勢が大好きです。今回外れた方々、ステッカーを見えるカバーにしてステッカーを入れましょう。彼らの中の良さと優しさが伝わり、幸せな時間でした。まだお疲れのようですが、 今日の引来本当にありがとう。彼らのわちゃわちゃがやっぱり好きですね。彼らはただのアイドルではありません。彼らは踊れるのを教え、楽しさを共有し、ファンを元気づける存在です。彼らの行動や言動には、ファンへの愛情と配慮が感じられます。岸優ユタのおちゃめな一面や、神宮寺ユ太タのかっこいい一面にファンは魅了されます。 しかし、彼らが舞台に立つと、そのプロ意識と熱意に驚かされます。彼らのステージは、緊張感やプレッシャーを感じさせない、楽しい空間です。彼らはファンのことを大切にし、彼らの笑顔や笑い声でファンを元気づけます。彼らの親しみやすさと優しさは、ファンにとって幸せな時間を提供します。そして、彼らのパフォーマンスは、 単なるエンターテイメント以上のものです。彼らの存在は、ファンに勇気や希望を与えます。彼らがステージに立つと、ファンは日常の疲れやストレスを忘れ、彼らの楽しい時間に没頭します。彼らのライブストリームは、ファンにとって待ち望まれたイベントであり、彼らのパフォーマンスは、ファンの心を温かくします。彼らの笑顔や笑い声は、 ファンに幸せな気持ちを与えます。彼らの存在はファンにとって特別なものであり、彼らのパフォーマンスはファンにとって癒しと元気を与えます。彼らの愛情と熱意はファンの心を打ちます。彼らのライブストリームを楽しみにしていますかどんな思い出がありますかあなたのお気に入りのパフォーマンスは何ですかコメント欄で共有してください。 アウンの呼吸、アウンの空間でもう目を閉じても踊れる。最後に三人でぶつかってイチャつく姿は本当に可愛いですね。彼らのこうした姿勢が大好きです。